どうも、ゼロネバです。どうも、ゼロネバです。はい、ということで今回ですけど、最近ちょっと我々ちょっとなんか友達じゃなくなってきてないかっていう話なんですよ、結局いや、俺が辛辣なとこ言って。いや、ということで今回我々が出会ってから今まで結構まあ10年弱、まあ、その形跡をちょっとたどろうという目的のもと、我々の私の持ち込み企画やってまいりたいと思います。それがですね、ハナレンの思い出すごろくということでですね、今回ここになんと持ち込みで完全に模造紙にすごろくを作ってまいりました小学校2年生が必死に頑張った感がすごい。いや、必死に頑張った感すごいでしょ。頑張ったんやろな、これ。今回は1マス1マスにその時々の思い出が備え付けられてます。それがチャンネル登録者162万人の今がスタートで、ザーって戻っていって、はい、ゴール見てください。ゴール初心です、はい、初心、ゴール見てください。初心ゴール、ゴール、ゴール左下、原点に戻るのが大事。原点に戻るのが大事という。で、今回なんと全部手作りということで、このコマこれ何やねん、これさ、これなんか子供のなんか子供の10円ぐらいのなんか景品みたいな、この。でも俺の方の鼻をマジで中山筋肉みたいで、ほら、うわ、懐かしい、これわかるよね。ほら、覚えてるわ、めちゃくちゃ。ほら、もう懐かしいでしょ。もう懐かしいでしょ。いや、めっちゃマッチョやってん、これ、マジで。そうそうそう、マッチョやってん、これ。これ、めっちゃ俺の大学、これ3年の大学3年の待ち方さん、前日で、今回このサイコロを振るんですけど、このサイコロもこれマックス3のサイコロ自作しました。これしかも平行四辺形や、これいや、あるよ、全然。俺の地味にこれ、斜めになってるわ、これ。はい、ということで我々の8年前に人生タイムマシンしていきたいと思います。ということで、はい、メイキットパセゴーズ、メイキットパセゴーズ、ジョン・タイター。はい、ということで、じゃあ鼻を先行でいいよ、はい、先行で、はいはいはい、じゃあ行くよ。全然確からしくないって最後まで行きます。はい、せーの、ほ、はい、1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 、はい、出た。じゃあ1個進みます。じゃあ1個進みますと、はい、ここですね、ハナ。これ1番、今は2人組 YouTuber というタイトルですね。はい、じゃあちょっと とりあえずね、じゃあ3枚もう一気に開けていきたいと思います。はい、じゃあいきますよ、うん、せーの、ドン。お、お、ない。おお、なんか彼女と温泉旅行行った写真みたいになってるいやいや、彼女と温泉旅行行ったからパナや。これ全部どこか当てれる、これ。これ全然当てれるよ。これは、あの、カレカノカン2、この1枚目。はいはいはい。これは、あの、東海ラジオの前やろ。あー、そう、正解、正解です。東海ラジオの前、名古屋の東海ラジオの前で。そうです。2つ目が、これは、あの、たんですけど、これは富山県のね、八尾ですね。あ、そう、正解、正解、八尾でございます、こちら。まだ最近ね、これ、だからこの辺のは。で、これ、まあ、雪かこの時のスノボの、テイネスキー場の近くです。そう、テイネスキー場まで30分ぐらいのところです、これ。じゃあ、次行きまーす。はい、はい、はい、ありがとうございます。1でございます。ありがとうございます。1でございます。やろうな。じゃあちょっと一旦このデッキをね、これもあの、これで使われるはずだった写真で余ったやつ、余ったやつがあるんで、じゃあちょっと引いてみたいと思います。ドロー。これ何、これこれ分かるから、これ分かるから、これ何これ、これこれやばくない？誰が撮ってんこれ誰撮ったんこれ、マジで。これ誰が、これこんな授業中に、お前、これ確かに授業中に、お前授業中にスマホいじってんの、授業中にスマホいじってる、やめろ。うわー、今とほんま全然違うのよ、これ。今と全然、これはさすがに今と違うでしょ、これ。じゃあ次いきます。はいはい。おい、もう今あった、みっちもうこれすげえやん、マジでこれ、もう。いや、いい、はいはい、いいよ。せーの、ドン、ポン。うわ、はい、これが、ね、でも最近、確かに。あー、これ何だろう。え、待って、全然なんか覚えてるようで覚えてないな、これ。なんか噛み合わへんな、どれも。わからん、ちょっとわからんわ、これ。はい、こちらですが、答え、花尾の地元滋賀県を一番知っているのは誰だ、第1回地元王における草の味噌地さんです、これこれ、これ、はい、じゃあ、じゃあ行きます。
ほぼほぼ早送り。来た来た、2入れました、2入れました。じゃあいきますよ。はい、せーの、の、はい。うわー懐かしい。あ、いい写真ですね。はい、これ、いい写真、これめっちゃいい写真やな、これ。いや、いい写真やで、ほんまに。すんの剣道部官やばいな。いや、すん、確かに、確かに。すんの剣道部官やばい。花尾くん、ちょっとこれ、これやばい。俺様になってるなー感やばいな。やばい、これこのチームでは生きれるで感あるよな。なんかあの他のヤンキー、わかるわ。他のヤンキーたちとつむときは無理やけど、こいつらとやったら俺1位取れるみたいな感じ。はい、ポン、こちら、こちらですね、ファンミの写真ですね。そう、こちらですね、ファンミの写真でございます。あ、いい写真。じゃあここからはちょっとペース上げるために、止まったマスは飛ばすことにしましょうか。いきます。せーの、いや、もう1位。5人いきましょう。はい、5、せーの、ドン。はい、なぜこうなった。懐かしい、これ、はい、懐かしいな、これも。これこの時点ですでに懐かしいわね。これなぜこうなった、これは、はい、これね、これ何覚えてます、この顔な。俺大好きなんだ、この顔、お前の。言ったらあかんけど、この顔似合ってんねんな、お前の顔に。しかもな、しかもこれこの時の服装にも合ってんねん。だって借金5兆円してもこの顔ならへん。確かにならへんな、これ。じゃあ、はい、じゃあ私のターンいきます。あの、これ1出たら6番に進むということで。お、2が出ました。7にいきます。じゃあ7、100万人到達です。じゃあいきます、せーの、ほい。お、こちらです。これね、こちらですね、全員集合してるやつですね、はい、これは。この時はなんと私まだサラリーマンでございます。この時は確かに顔、やっぱお前サラリーマンみたいな顔してるもんね。いや、そうそうそう。でほんまにこの日、あの、今日100万人行くからって言われて、急遽オレンジ来てって、あの、会社 の昼休みぐらいにメールで、LINE で見て、その日に限って残業あるっていう。ほんまに。お疲れ。それのせいで、それのせいで、花尾らが、あの、ちょっとまだ100万人行くのやめへんっていうのツイキャスで頑張るっていうのあったよ。あったあった。じゃあ行きますよ。せーの、ドン。ポン。あー、いいね、いい。いや、こちらですね。難しいね、これ。角島、角島か角島か忘れない。じゃあ、せーの、はい、ポン。何やったっけ、これ。あー、これね、はい、この感じ懐かしいな。え、オッケー、いきます。じゃあ、いきます。お、2、せーの、ピン。うわー、くれてます。髪の毛、キモいな、これ、マジで。これ、あれやね、新刊、陰キャの格好をして、うん、新館に行くみたいな。まあ、この格好好きやった。てか、でもなんか髪の毛が明るかったよね、今より絶対。鼻折って、もうな、マジで、うん、しかも家超きて、炊飯器だってまず地面に置いたもん。これやばくない、これ。この家やばいやん。机の上から刺してる。机の上からやけど。じゃあいきます。はい、せーの、お、3。お前すごっ。3、2連続3出ちゃいました。せーの、ポン。こえー、こいつ懐かしい。いや、よく出てきたな、お前、これ。うわー、これ俺、これ一番好きな写真やもん、これ。やばない、このこれが何とも言えん愛くるしい顔しとるよね、この眉毛が。このね、この眉毛の関数よ、この。これやばいやろ。あれやね、1回生の夏のウインド合宿の、これ愛知です。この次の日ぐらいに俺が彼女に振られるっていう。あれ、その時に花尾が聴いてた曲がブログ Y2Y っていう曲で、 Y2Y って別れの曲で、ボカロの曲なんですけど。それをキープ、ちょっと感傷に浸るみたいな。いや、マジでマジであった、マジで。じゃあ行きましょうか、次。はい、行きます。2です。はい、じゃあ行きます。せーの、ポン。あー、お前さ、イケメンじゃねえ、お前。気づいた？イケメンじゃねえ。気づいた、気づいた、気づいた。え、これ気づいた。この俺、これイケメンじゃねえ、これ。お前なんかそうめちゃめちゃ貫禄あるやん。いや、気づかれた。それこの顔でウィンドサーフィンやってたらめっちゃ速そうやん、うん、マジで。完全に主役どっちって聞かれたら今完全にこれお前のこっちやん。いや、ほんまそうや。
俺のこのマネージャー感強いもんだって。いや、そうそうそう。でも、うん、こっちはちょっとやっぱ今のお前な。あ、そう、これ、ちょっと今のお前。そうそう、これは、ちょっと俺入ってる。これは多分ね、卒業旅行じゃん。これ白浜。あれなんだ、鹿児島や。鹿児島。あ、これか、や、や、屋久島。あ、これ屋久島か、これ。あ、これ屋久島。この格好はでも屋久島の格好だ。屋久島か、これ。じゃあ、花尾さん行きましょう。はい、じゃあ行きます。2。お、2。じゃあ16に行ってください。6番、はい、開けますよ。はい。その時代の登録者50人の時の顔です。じゃあ行きますよ。はい、せーの、ポン。やば、この写真。この写真。だって、まずあの、1個突っ込みたらカメラ近すぎやし、どうした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 って言うから、だってまず、あの、不安定な布団の上に三脚置いてる。不安定まず三脚やる気ない。そう、三脚。でもほんまでも成長したと思うわ。ほんまでもこれ見たら、いや、これこれ見たら希望持てるんちゃいます。でもいや、でもこっから全部1でいいわ。もうこっから全部1でいいけど、一応ね。あ、17に行きます。17、じゃあ行きます。せーの、ドン、ピン。ようやく繋がった。あ、そう、さっきのやつ振り向きました。ようやく。そうそうそう。だから、そうそう。そう、さっきの。あの、いろいろ言いたいことあるんやけど、まあ、この2枚見てね。顔の構成自体はそんな変わってない。いや、全然変わってない。まあ、でも、まあ、この時、人に見られるってないからさ。今はもうちょっとマシになったんやで。いや、そう、マシになってる、これマシで。今はもうマシやで、ほんまにもう。これ、この年がさっきのあれに似てるの。あ、これやっぱイケメンだよね、昔。いや、イケメン、なんか昭和のさ、昭和の名俳優だけど。いや、いつのイケメンなんや、お前。俺昭和の名俳優の顔してる。昭和知らへんって。じゃ、いきまーす。はい、せーの、ドン。大学1年生です、これ。うわ、これさ、寸大の合格体験記に絶対顔乗ってるやつやん、これ。いや、そう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 。しかも、あの、黒板にね、後ろの黒板に新刊の予定が書いてあるんですよね、これ。髪型のちょっと、トラックの運転手か。昭和の。今出せへん雰囲気よ、これ。いや、俺、自分でこれ相当気持ち悪かったね、これ。マジで。これ相当キモかった、これ。いきまーす。いや、いい写真。いや、いい写真よ。せーの、はい。ポン。あー、一番好きな写真、これ。この 1年生の時の。この懐かしい。お前、この頃の気持ちを覚えてる、覚えてるか、ちゃんと。お前、うわ、これ忘れてたわ。この気持ち、この気持ち。いや、うわー、この純粋に楽しい気持ち。このあと2個、あと2個も行きましょう。いきまーす。はい、せーの、ドン、ポン。マジキモい、この顔。これやばい、やめてー。この顔見て、でもなんか、まあ、まあ、おぼこいといえばおぼこいや。いや、そう、ほんまにザ平凡な少年よね、これ。いや、ほんまそう。だからめちゃくちゃ平凡な少年ですよ。いや、今とやっぱちゃうと思うで。なんか顔とここそ変わってないけど、何かが違うんよね、やっぱり今と、うん。じゃあ行きますか、そろそろラストマス。じゃあラスト、はい、笑ったら笑ったら5マス。笑ったら5マス求めて。絶対笑うんとこ。絶対笑うんとこ俺笑う。ラストです。せーの、はい、はい。懐かしいこれ。パンチパーマやから。どう、これ視聴者、これ分かる。ちなみにこれめっちゃ戻ってて、実はこれ高校1年生、これ。まあ、無事にゴールということで、じゃあ花尾さんゴールでございます。よし、じゃあ初心に帰った。ゴールに帰ると、初心に帰れるスゴロク、どうでしたこれ。いや、無双した。完全に。ということで、あのね、後に花尾さんにはこちらのね、あの写真を全てね、あの入れてプレゼントしたいと思います。いや、初心のね、初心を振り返るっていうのはなかなか、やっぱ過去を受け入れるっていうのはなかなかやるのは難しいもの。いや、ほんとそう。はい、ということで今回ですね、我々がこうやっていただいてきた人生ゲーム、まあ、すごい思い出すごろくなんですけども、今回使用した写真は全て、
アルバスというアプリで作った写真だったんですけども、このアルバスというアプリがですね、スマートフォンに溜まっていった写真をスマートフォンでちょっとちょっとやったら簡単にも写真にできて、もうこんな感じで届きますもん、普通に。はい。しかも、だから毎月8枚までは無料で写真に変えることができます。すごいな、これ。さらにアルバスを使って初めて注文するときに、まあ、誰かから招待された招待コードを入れて注文すると、まあ、その招待した人とされた人は毎月無料でプリントされる枚数が1枚増える。だから1枚普通に余分に写真に変えることができるということで、あの普通に初回限定版みたいなもんですね、要するに。で、こんな形でですね、あのアルバムにしてこうやってね、保存することができるんですよ、こうやって。あったな、そんな頃っていう風に思い出を振り返るには非常にいいアプリになっております。で、さらにですね、初回注文をしていただくとですね、なんと抽選で10名様にですね、我々のサイン入りアルバムをプレゼントします。イエーイ。ということで、本当にね、こういうのが届くと思うんですよ。だから僕らのサイン入りアルバムで皆さんの思い出を保存してもらうと、はい、いうことですね。気になる方は概要欄をぜひチェックしてみてください。ということでね、本日の動画は以上になります。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。